CD パラノイアは Linux 上で動作するオープンソースかつフリーな CD リッパーである。有志により BIOS BSDK、OS MacOS 10など他のオペレーティングシステム向けにも移植されている。ミニマリズム的な思想で設計されている。貧弱なハードウェアの下であっても強力なエラー補正機能によって高品質なリッピングを実現することができる。全体の核となる。 パラノイアライブラリーが実際の作業の大半を担当しているためアプリケーションとしての CD パラノイアは単なるパラノイアライブラリーのフロントエンドであるパラノイアライブラリーの最終安定バージョンはパラノイア3である CD パラノイアの設計は基本的に多すぎる機能は本質を損なうという考えに基づいている CD パラノイアは GUI や CDDB アクセスなどの関係のない機能の代わりに、正確なリッピング機能を提供し、CD-ROM ドライブというハードウェアについてよく知ることができるように設計されている。CD パラノイアは xiph.org の後のボービスやシーラと同じチームによって開発された。ソースコードリポジトリはサブバージョンを用いて公開されている。プロジェクトは クダにウェーブへのパッチを制作するためのものとして開始された。それらはパラノイア用予び2と呼ばれ限定的なエラー補正と少数のデバイスがサポートされていた。1998年1月のパラノイア3からスタンドアローンのライブラリーとなった。最新の開発バージョンであるパラノイア4はより柔軟性、移植性、有能性に優れたものとなるように設計されている。 パラレルポート用デバイスのサポートやプリギャップの検出と除去、ソラリスへの移植が計画されている。ウェブサイトやソースコードの公式なアップデートが途絶えたこともあり、2002年以降プロジェクトが終了したかのように見えたが、2006年8月にバージョン10.0のプレリリースと共に継続が発表された。CD パラノイアは進行状況を表すためにスマイリーフェイスに似た。 顔文字を表示するのが特徴である。マイナス通常動作、低、無実った。通常動作、優位な実った。読み取りドリフト。P 最小単位の読み取り動作における無報告のストリーミング消失。8歳読み取り中に問題を検出。訂正困難。マイナスレースカジー。アタピー転送エラー。スクラッチを検出。訂正を放棄。 8X 訂正不可能な基地のエラーにより終了。D 展開完了。ホワイドン中インプリメント CDDB AGUI ォーミリオンアザーフィーチャーズアイウォントプリリリースオブ CD パラノイア10.0ありがとうございます。